これはスイスで撮影された映画女王陛下の007で最も有名な場面、シルトホルンでのスキーチェイス。登場するのは皆一流のスイス人スキーヤーだ。アネリ・シュテーリーさんが経営していたミューレンのホテルには多くのスタントマンが宿泊した。スタントマン、ボンドガール、ジョージ・レーゼンビ、みんなバーに来て夕食をとっていました。暖炉を囲んで座ることもあり、みんなここが大好きでした。それは愉快でした。バーで練習した後、降りてきた人の顔を見たら目にあざがあったりして。本当にいい人たちで仲良くしてくれました。ミューレンに住むアルベルト・フォイツさんはエキストラとして出演し、ヘリコプターを乗り回した。冬の晴れた日にベルンアルプスの上を飛ぶのは素晴らしく、今でも心に残っています。トップスキーヤーだったアルベルトさんはスキー場面でボンドの代役を依頼されたが、ホテルの料理長を続けるために断った。撮影に世界中からスタッフが集まり、この小さな村は上を下への大騒ぎでした。オフシーズンでしたが、村人はゲストがそこら中にいて喜んでいました。パーティーには地元の人も参加、女の子たちは年上のスタントマンに興味津々でした。1968年10月、シルトホルンの回転式レストランピッツグロリアで撮影が開始。ここは今でもジェームズ・ボンド風朝食を注文することができる。プレートには007のロゴ、ショップにはたくさんのボンドグッズがある。しかし今時の観光客の反応はどうだろう。We just thought, you know, this would be a great trip to take, given that ボンドが撮影された場所を訪れるのは良い旅になると思いました。映画に出てくる急勾配が見たかったのです。ジェームズ・ボンドに興味がある人はまだ大勢いますし、新しいボンド映画を見た人もここにやってきます。ここはまだボンドとのつながりがあるのです。ジェームズ・ボンドは憧れの的、世界的に有名、決して色あせません。しかしボンドとのつながりに誰もが興味を持っているわけではない。映画はずいぶん昔のこと、気にする人はいないでしょう。ただの金儲け、納得できません。すべての観光客がこのスパイのファンというわけではないが、ボンドバージョンのコーヒーは今でもシルトホルンで人気の飲み物だ。うん、美味しい。ステアではなくシェイクで。Shaken but not stirred.